自立支援医療が適用されると市町村からこのような受給者証と自己負担上限額管理表が交付される。自立支援医療を受ける際、その都度これらを医療機関、薬局などに提出する必要がある。写真の受給者証は神奈川県川崎市のもの。都道府県、政令指定都市により様式が異なる障害者の日常生活及び、 社会生活を総合的に支援するための法律は日本の福祉法の一つ。障害者総合支援法と略す。制定時の題名は障害者自立支援法で2012年の改正で現在の題名に解題された。障害者及び障害児が基本的人権を共有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう。 必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ると、ともに障害の有無に関わらず国民が相互に人格特個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。障害者の福祉サービスを一元化障害者がもっと 働ける社会に地域の限られた社会資源を活用できるように、規制緩和公平なサービス利用のための手続きや基準の透明化、明確化増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う、仕組みの強化利用したサービスの量や所得に応じた公平な負担国の財政責任の明確化詳細は厚生労働省令で定められている。費用は原則九割、 給付1割自己負担。障害者等が、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活または、社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各班の問題に、つき、障害者等、障害児の保護者、または障害者等の介護を行う者からの相談に、応じ、 必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及び、その早期発見のための関係機関との連絡調整、その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業。聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに、 支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等を行う者の,の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって、厚生労働大臣が定めるものの給付または対応、その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業、移動支援事業、障害者等につき、地域活動支援センターその他の、 厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業、当事者組織や当事者の関係できる部分を市区町村単位で助成する仕組み、介護給付費、訓練等給付費などは市町村に申請して支給決定を受ける必要がある。 市町村は審査会の判定に基づいて、障害判定区分を認定し、障害判定区分、介護者の状況、障害者のサービス利用に関する意向などを勘案して、支給の要否を決定する。これら決定に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることで、都道府県の不服審査会を設けることができる。審査請求に対する採決を得た後、 さらに行政不服審査法による取り消し訴訟を提起できる。本法の制定前は、障害の種類ごとに、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法などによって個別に規定されていた。しかし、少子高齢化社会に向け、従来の通院医療費公費負担制度、支援費制度に代わり、受益者負担の原則を導入し、障害者に、 サービス費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援にある。また、同時に日本国政府の財源負担義務を課している。従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が5%から10%に倍増した。この制度の導入当時の厚生労働大臣であった参院、議員、 お辻秀久はドキュメンタリー番組の中で今だから言える話として同法制定は膨らみ続ける支援費制度の費用を義務的経費とするための措置であり障害者に1割負担を求めたのは抵抗する財務省を納得させるためだったと語っている。応益負担の実施により障害が重い障害者ほどサービスを受けると結果として受けたサービス分を支払わなければならない。 このため、一部の障害者は、日本国憲法第13条、第14条、第25条で保障された、生存権の侵害として、全国の地方裁判所にて、集団訴訟を起こしていた。もし、サービス負担費用が支払えなくなる事態になると、結果として区市町村の地方公共団体に対し、生活保護の申請をしなければならなくなるという、 障害者の自立という法律の趣旨から逸れる事態になっている。しかし、障害者自立支援法意見訴訟については、2010年1月7日、原告団、弁護団と厚生労働省が基本合意文書を取り交わし、訴訟は和解へと動き始めている。障害者自立支援法意見訴訟団は、以下の要望書、鳩山幸男内閣総理大臣と、 長妻明厚,厚生労働大臣に提出している。4月23日に国が障害者の尊厳を深く傷つけたと厚生労働省が謝罪する和解条項が裁判所で成立した。和解の基本合意文書の第1項に国は速やかに防疫負担制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な 福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。との合意内容があり、2012年に障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正された。障害福祉制度の根本問題契約制度の持つ、 根本的問題の解消介護保険優先原則の廃止に向けた抜本的見直し不要義務の見直し障害者福祉の社会資源の充実、基盤整備障害者の所得保障社会参加支援の充実障害者のニーズにあった、補償支給制度の抜本的見直し利用者負担の問題障害福祉施策は人権保障として実施されるべきことに鑑みれば、 障害があることを理由とする利用者負担をするべきではありません。収入認定の見直し緊急課題実費自己負担の廃止報酬支払い就労移行支援の期限の廃止地域生活支援事業の地域間隔差の解消当事者参加と検証利用者負担を理由に対処していった利用者の実態調査、新法制定過程の障害当事者の参画、 信仰制定過程での私たちの参画、検証会議の立場け、ありがとうございます。